今日はバンバンやっていくぞ。ユーコン、やっと10まで来ましたね。従来の0だったら大体この辺で終わりますね。うん。衣装、まあ出てないか。うん。ユーコン、あー、ルイちゃんか。うん、行きましょう。これどうしよう。鏡石か。うわ、たっけ、絶対ダメ。鏡石はカワンスタイルで行こう。死んだら死んだで。うん、これいいな。これなんか、ちょっと壁紙にしたい。ワホラーの真骨頂だね。なんか怖いんだけど、なんか美しいっていうか。うん。うん。働いて。行きましょう。うん。さあ、行こうか。ダッシュダッシュ。お。沼があったはずだかと。ぬーん。ん、いいの、こっちか。便利ですね、本当に。違った。なんか光よる。誰だ。誰だこの美少女は。明石さん、いや明石さんじゃない。いや61式使ってた。オッケー、これいいな、やっぱな。気持ちいいね、これ前段当たると。うん。あ、いかん、危ねえ。うわ、おい、すごいことになったやつを。ぶっこんでくるから、この子でもフェイタル取りやすいな。4連使った方がいいかな。いや、もうあれはフェイタル狙おう。ダメー、ごめん。いっとけ。7式にしよう。いった、ダメか。あ、いったか。いってない。くそ、たたたた。まだ？だから7式にダメだ。もうちょっといけと思ったけど無理だった。あ、触れなかった。触れそうだったね。でも、あ、万葉がなかったっけ。そういえば
まあいいや、めんどくせえ。撮ってねえよな、確か万葉が。こっちか。あ、お花を備える女。今の人かな。すっ。ついたついた。あ？そっちか。よしと。ポーションだ。OK。もう牛の国参りか。あ、どこだ。え、ちょ待って、こっちじゃなかった。水の音が聞こえますな。くぐれと。くぐる。うん。あ、ありがてえ。七式ダメだ。予想以上に弱え。61式。14式が欲しかった。でも61式24枚か。激アツやないですか。あれ？こっちか。こうなん？ですな。久々だな。銀髪の子出てくるかな、また。人形おるとこだろ、ここは。あれ、おらんな。こっちか。すーん。うわぁ、怖いよ。ん？何やら。拾う。うん。白菊の文様が入った手記。うん。7歳まで生まれてこないのと一緒？ 7 歳になる前に。とこしえばな。これもしかしてあれか、銀髪の子か。7歳とかなんだ。15、16歳、14歳とか思ってたけど。いや、わからんけど。うん。ペラ？ペラリ。うん。お。セクシー。ミニスカ？ミニスカだった。ミニスカじゃねえ。全然ミニスカじゃねえ。何を言っちょるか。ただちょっと俺の願望が脳内で反映されて、なんかよくわからんことになった。先生はあれだね、アイテムがなんかあれだね、引きが取れてる？取れてねえ。クソが。にゅるん。こっちか。うん、4連いいですね。4連は結構気持ちいいですね。霊石灯の次ぐらいに好きだわ。おいや、クソ、誰だった、避けられなかった。
げえ近づいてくる。このちょっと待って、オッケー、危ないなこの野郎。あ、くそ、そうだ、これダメなんだ。ギリギリで回るで俺粘っちゃうからな、避けないとね。オッケー、一応なんか あれここ通れたっけ。ダメ押しでもう一枚打っちゃった。ちょっとゼロドット残ってたら嫌だったから。おう、あ、誰だ、行け。あ、取れた、背の高い。あ、八尺様だ。八尺様お久しぶり。普通にいるんだけど、来んの待ってる。ちょっと待って、これちょっと取ってからにしてくれますか。61式か。八尺様まだいる？いない、さすがに。八尺様ね、うん、俺ん中でね、あれだから。あ、これはそうそうそう、榊君、俺結婚するんだの人だ。一回回復しとこう、とりあえず。先生かっこいいね、イケメンだね。金添えはどう、無理か。すいません、すまん、もうちょっと我慢してくれ。ん、そうそう、八尺様とね、貞子は俺の中で萌えキャラだから、分かってっから。見てから余裕でした。ポーションよく拾うね。うん、そんなに必要か。おい、ちょっと待って、2体、こいつら2体、危ねえ、狭いな、ちょっと。あ、もう、いや、こんな狭いところでこいつら2体はちょっとないだろう。言っとけ、もう。ああ、体力は低かった。いや、これちょっと反則でしょ、ここでこいつら2体は。狭い、俺、狭いとこダメなんで、マジで。兵所恐怖症じゃねえんだけど。ん？ずいぶん残ってたな。あ、ちょっと待って、なんか拾い忘れてるぞ。これだ。うん。待ってなさい、今んとこルイちゃんが一番あれですね、乙女だよ。乙女っていうか、なんだ、なんて言えばいいんだ。
お、オッケー、14式。ん？あ、そこか。これだ。もしかして榊くん、出てくる感じ？くわ。どっから声がする。やった。あ、ちょっと待って、これ八尺様でしょ。完全に八尺様じゃん。帽子かぶっちゃうし、確か白いブラウスにね、帽子をかぶって。危ない危ない、ちょっと危なかった今の。違うそれじゃない。ボタン変えてほしいな、物取るときとあのセンスやるときの。うん、黒い水。うんうん、赤く濁ったもんだ。うん、戒めのために作られた言い伝え。うんうん、黒い影が覆ったように見えた。うん、清らかに保たれていると。幻想ですか。あ、万葉丸。ててててん。イエーイ。先生、あれだな。アイテムが充実ライフだな。鏡じゃなくてもう一個ぐらいあったら最強なんだけどな。それは贅沢言い過ぎだよ。ダメだよ。死ぬこと前提なんてダメだよ。ただね、あのね、突然のボスはちょっと、あれあったっけこんなとこ。あ、これ90式。やべ、やっちた。油断していた。オッケー、早く剥がせるようになったぜ。だよね。61式もかなりあるんだよ。62枚か。次ボス戦みたいなのが来たらちょっと、積極的ですね。ババアが、ババアがピシャってピシャって、ババアが手バカめか。はい、榊の目も、おー、うん、もう悟ってるんだ自分で。やだな、悟っちゃってると。せめてそこは、うん、ババが覗いてたぜ。こうゆっくりみたいな感じ。あのババアじゃないよな。うん、また別のババア。はい、これは榊くんの記憶。
なんかいた？うわ！うわ！どこだ？びっくりした。またお前か。ダメだ。あいつ、こいつ全プシロール使いよる。やばい、ここは地形が良くない。あー、くそ、広くなかった。しかもそんなに。ちょっと待って待って、一回上行くぞ。に逃げたわけじゃないんだからね。あ、もうもうやだ、もうバカ。あー、くそ、広くねえな上も。別に広いところでやらせてほしいんだけどな。うせえ、もうこいつなんか、しかもなんかでかいから、来い、差が来い、早く。あ、やばい、早かった。そう、タイミングが怖い。いや、もう、いやだ、めんどくせえこいつ。ああ、もう、あ、くそ。こいつ嫌い。よし、した。え？何？消え。まあいいや。めんどくせえやつだってよ。本当にこの狭いとこ出てくるのマジやめてほしい。ところでどこだい、ここは。ダメだった。うん、花嫁選びの書。うん、共に終わる相手に選ばれることを、うん、待ち続ける。マジかー、わお、くっそ、かわいそうに。ん？こっちにも行けんのかい？ダメでした。くそ、マジ狭いとこに、もうあの変な。どこ？いた。そんな隅っこにいんなよ。もっとアピールしてこうぜ。ん？反応が、くっ、取れねえ、はまった。ちょっと、これどうすんの。くれって、あったあった。うん、一緒に終わらなければ。なんという、
男ですわ。